それでは今月号の、連載のテーマです。今月は今話題のですね、新動態について、いろいろ比較視聴してみようというふうに思っています。進化するオーディオケーブル動態、今大変話題になってますね。これはなぜかというと PC-OCC 動態が生産中止終了になりまして、まあ、在庫限りで、残っている部分があるんですけれども、それに代わるものとして各社が、各電線洗剤メーカーがいろいろ検討制作してまいりました。今、今日は約4種類ほどあるんですけども、先行しているのは PC-CCC という動態ですね。これは サイクで発売している、電源ケーブルです。ここに使っているのが PC-CCC であります。これはね、製法が非常にユニークで、母材を要するに叩いて、鍛造と言いますけれども、押し固めると言いますかね。そして結晶構造も線形に、するというような新しい手法ですね。まあ、一種の濃縮するような感じになりまして、母材が100あるとすると、最終工程では80ぐらいの太さになるというふうに 20% 圧縮させて作るということで、これが今先行して最悪と、それから今アコースティックリバイブから、製品が先行して発売されています。でこれはまあ最強と言いますかね、電力ケーブルなんですけども、アコースティックリバイブが2.6 ミリファイの、線形で、これは電力ケーブルですね。ですから最強の、まあ、2.6 までしか、この種のタイプは作れませんけど、単線の胴体で大変硬いです。こういうのまでありまして、それからあとスピーカーケーブルで、やはりアコースティックリバイブはこういう、単線胴体のスピーカーケーブルを、作っています。これはもう製品として発売されています。これも、聞いてみたいと思います。それから、先ほどの佐伯の電源ケーブルは、これは切り売りされてますけども、完成品としてはこういうタイプが、これは安いタイプで、売られてます。これはプラグはフルテックの PL15 のプラスという新しいタイプのプラグが、金メッキタイプのプラグがつけて、メッシュチューブをかけて完成品としてこういうふうに発売されていますね。これは非常に解像度が高くて、比較的3万円台で売られている電源完成品ケーブルなんですけども、非常に解像度が高くて、新しい胴体の魅力もそのまま出てきて、面白いと思います。それからその他にですね、今日はまだ聞いたことのない製品、一つはね、塩田電線っていうところが、これは、C の11、これは、1011ですね、C の1011という電源ケーブルを作ってきました。これは胴体のケーブル胴体の名称になってますけれども、非常に柔らかいですね。これ軟動線みたいな感じで柔らかい胴体です。値段は非常にリーズナブル、安めにしてまして、手頃だと思います。これは元はですね、日立電線で作ってた LC-OFC の元になる OFC 胴体ですね。これは米国規格である水素の含有量の非常に少ないクラス1という最高純度の、胴体を使って、いまして、それの LC-OFC を作った母材ですね。ですから、線形結晶じゃないんですけれども、それを母材で
高純度の OFC としてケーブルを出してきています。これ非常に面白いと思います。それからもう一つは古川電工ですね。このグレーの、ケーブルで、これはまだ試作サンプル品なんですけれども、これは、PC の UHD という名称がついてますけども、これはそのまま製品というわけではなさそうです。サンプルとして、入手したものを今日聞いてみたいと思います。これはかなり硬い線材ですね。線形の太い、芯線を、何本かここで合成してますけども、非常に硬い胴体が使われてまして、この製品はまだしばらくは出る予定はなさそうですけども、まあ、サンプルを入手して、見ました。それから先ほどの電力ケーブルですけども、これはですね、本当は室内のここにプラグをつけてケーブルを作ってみるという、実験ではそういうことも可能ですけども、今日はこれはスピーカーケーブルとしてその実力魅力をですね探ってみたいと思います。これはちょっとこれでフレキシブルな電源ケーブルを作ることは許可されていませんので、そういうことは恒久的にはそういうふうにつく、用途には使えないということになってますので、今日はスピーカーケーブルでという形になります。ということで新しい胴体がにわかに揃ってきまして大変面白くなりました。ケーブルはまあ胴体だけじゃなくて被覆絶縁体、線の構造なども音に影響しますけども、やっぱりこういくつか聞いてみれば胴体は、やっぱり大きな影響力を持ってまして、その性質で音質はすごく関係しているっていうことが分かりますし、まあ今の感想で、視聴した経験の中ではやっぱり新しい次元に来たかなという気がしますね。ですからやっぱり非常に面白くなってます。まあ今までの従来胴体で作った新製品ケーブルは、まあ、それなりにいいものもあるんですけども、従来なかった音がやっぱり感じますね。それで PC トリプル C はやっぱり歪みが非常に少ない、それから、SN が高い、非常に癖が少ない、スピードがあるといいますかね、レスポンスが高速であるとか、解像度が高いとか、そういう性質を持っていまして、その単造で作るという胴体、物性はとても面白い結果を、メリットのある結果を生んだなというふうに思います。それでは紙面の方でまた詳しくは見てください。以上です。